あ。はい。それじゃあ、また。おはようございます。よう。いいですよ。おい！あの、え？先輩。それじゃあ、また。はい。
それじゃあ、また。よっ。柏木仕切るだけじゃなくて出るんだ。あいつが主催引き受けてる理由、これか。1、2、え、結構いるじゃん。よく集まったね。うわ、藤川理瀬だって。マジで芸能人空気読めよ。きっと結構人くんね。あー、ついに天城出んだ。こりゃ例年なら天城一本で決まりだけど、でも今年は理瀬ちいっからな。今年はすげえな、うちの学校。え、理瀬ちい出んの？こんな学校行事に出んのかよ。俺、関取マジになろうかな。へえ、里中出んじゃん。俺、何気に好みだぜ、ああいうの。いや、里中は隠れファン多いんじゃん。白金って、男みてえな女みてえなあれだろ。あいつ、なんてか、可愛いよな。笑い方変態っぽいから。でも実は俺もかなり可愛いと思うよ。うっす。昼休み暇か？なんか里中たちが屋上来いってよ。割と真顔だったんだよな。なんかあったのかな。ああ、幹事とかにも声かけといたからさ。どういうことか説明してほしいんだけど。な、何がだよ。ミスコン、勝手に私らの名前書いたでしょ。俺じゃねえって。なんで疑いが俺一択なんだよ。嫌なら辞退すればいいだろう。ネタで済むわけだし。それができないから怒ってんだっつの。今年は主催の柏木の仕切りで、申請されたら他選でも強制なのよ。マジ？そっか、そういう細かいレギュレーションは見落としたかも。やっぱお前じゃんか。やっべ。ねえ、先輩たちはさ、私たちに出てほしい？そりゃあ、まあな。だって、天城とか地味に学校中で人気じゃん。その上、アイドルに探偵王子だぜ。こんな注目ヒロインが全員不参加じゃ、ミスコンがありえないって。私は関係ないじゃん。あ、悪かったね、関係なくて。な、幹事も出てほしいよな。あ、なん興味ねえっすよ、俺。辰巳くんはぜひ直人くんに出てほしいってさ。な、言ってねえよ。お前はどうなんだ。てか出てほしいよな。あんたらさ、地味に花村に乗っかろうとしてない？期待してくれてる人がいるなら、久々に頑張っちゃおっかな。事務所とかはこの際無視で。そ、
そうそう、それがいいって。クマだって楽しみにしてるぜ。つか、クマが一番楽しみにしてるかもよ。俺に全員の推薦プッシュしたのあいつだし。クマコウもグルか。困ったことになりましたね。断れないのが確定ならもう議論に意味はないですが、ステージに上がるだけとしても僕は場違いな気がするし、なんとか学校側とも問題ねえんじゃねえか。てか出ろ、いいから。幹事、いつにも増してオーバーヒート気味だな。何よ幹事、回りくどいこと言ってないで、気になるなら言えばいいのに。じゃあミスコンは私たち4人とも参加で OK？ な、何を言ってるんですか。その、頼む、出てくれ。その時に言ったな、俺の疑惑が完全に晴れるっていうか。頼む、俺を男にしてくれ。疑惑？何の話？いいから出ろっつってんだろ。てめえ名探偵だろうが。え、探偵関係あるの？どこ行ってたん？ジュネス、布とペンキ頼まれてさ。飾り付けのか。お疲れ様。領収書切ってもらった？うん、向こうも分かってたみたいで何も言わずに書いてくれた。当日のことをちょっと聞いといてほしいんだけど。合コン喫茶のこと？そう、花村も実行委員だし。ね、ちょ、何それ。案出したの花村だろ。マジかよ。つってもやること受付とかだし、受付済ませたら男子と女子数人ずつ対面で座ってもらって、最初は質問タイムだろうな。好きに質問してもらって、30分ぐらいしたら告白タイムだな。気に入った人の番号をあげてもらうっと。相手も OK したらカップル成立。おい花村、聞いてるか？分かった。この布を丸めたら結構ボールっぽくね。よし、じゃあ俺キャッチャーするぜ。キャッチャーかよ。なら花村バッターやんね。もう焼けた。いいぜ、顔面返しだ、来い。ちょっと男子、真面目にやんなさいよ。ですけど。先生。へえ。
ありがとうございました。次回もお願いします。お、花村、期待してるぜ。女装コンテ、今年もやんのかよ。懲りねえな。お、出場者書いてある。誰だよ、んな物好きや。花村陽介。俺だ。で、それに、辰巳寛治。あと、お前もだ。うわ、結構多いね。去年2人とかじゃなかった？今年多選でも強制らしいじゃん。誰かが推薦しちゃったんじゃん。それいじめだよね。いや、意外と実践だったりして。やだ、キモい。てか、割と真顔でキモい。それ誰かが推薦？あいつらだ。やりやがったな。どういうことか説明してもらおうか。何が？何がじゃねえよ。女装大会、俺らの名前書いただろう。ああ、あれか。リセちゃんがみんなで楽しもうよって言い出して仕方なくね。人数増えて柏木も喜んでるらしいよ。お前、女装だぞ、女装。先にやったのはあんたらだろう。こっちはミスコンでることになってんだから、おあいこだよ。それとこれとは違うだろうよ。大丈夫、すっごく綺麗にしてあげるね。そういうこと言ってんじゃねえの。男にはプライドってもんがあるんすよ。お、マジかよお前。はいはい、もうプライドとか関係ないから。分かってるでしょ、名前が推薦されたら強制参加なの。文句があるなら柏木先生に言いに行って。柏木が聞き入れるわけねえじゃんか。な、何諦めムードになってんすか。俺、ほんと嫌っすからね。寛治君、出席日数とか大丈夫？あまり先生をがっかりさせない方がいいと思う。先輩、さらっと怖いっすね。プロデュースは私たちに任せてもらっていいしね。リセちゃんもいいんだからさ、綺麗になんないわけないし。絶対綺麗になるんだろうな。保証する。ちょ、何お前出る気になってんだよ。出るからには咲くしかないっしょ。そういう男らしさやめてくれよ。けど、俺は絶対さ
サボったら柏木は怒るだろうな。来年は幹事くんと授業を受けてたりして。なんでこんなことになったんだ。知らないうちに俺らイベントに全員参加かよ。どんな軍団なんだよ。元は全部あんたが。どうせやるなら楽しもうぜ。あ、これそもそも人通りがあんまり。見てってもらうには桜が必要かな。桜？俺らで。寒くね？仕方ないだろ、客来ないと始まらないし。人通りもあまりないんだから確実に呼び込まないとさ。けどここにいるの5人で奇数だし。チース。先輩方、様子見に来ましたよ。すげえタイミング。でも男4の女2だろ。お前らどうせ明日女装すんだろ。どっちか女の席に座れ。はあ、誰が。あ、君がそっち行くんだ。意外なやつだよ。まったく。じゃ、はじめ。始めていいよ。開始してくれ。いきなりそんな話できねえよ。つか、なんなんすかこれ。合コンの真似。さ、桜とか言い出した俺が悪いな。じゃあ、彼氏にするならこの中で誰がいい？だからいきなり聞くなっつの。いいだろ別に。はい、里中さんから。え、ちょ、あの、あ、その、私、彼氏にするには。無理だよ、そういう話は。だよね。じゃあ次だね。彼氏にするなら誰？だって。おっと、やったな感じ。ほら、お前ちょうどよくね。
ちょうどよくねえっつってんだろ。あのさ、いい加減そろそろ切れるっすよ。まあほらほら、男らしいしさ、男も惚れちゃうっていうか、男がっていうか。おお、確かに男らしさでは誰にも負けない自信あるっすけどね。さあ、失敗だな。재미있게보셨나요? 영상설명에있는 블로그 사이트에서 여러 가지 소개해드릴 내용들도 있으니 부디 방문해 주세요. 채널 구독 및 좋아요 눌러주셔서 응원 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.